こんにちは、速稼塾の久保です。今日ね、私ね、すごくね、びっくりしたことが起きました。やっぱり来たかってことなんですけども、それがですね、追徴課税書です。税金を私はね、かなり払いました。いや、本当にね、税金払ったおかげで今年の予定納税が本当にね、苦しかったです。で、その上で予定納税を終わって、決算も終わって、税金も払い終わって、やれやれと思った時にですね、こういう通知が来て、まだなんとですね、400数十万足りないって言われるんですよ。いや、どうですかね、これはと思ってね、すぐお問い合わせしたんですよ。丁寧にですよ。私は隅から隅まで、もう納税をして、きちんとね、税理士さん、それから社労士さん、会計士さん、まあ、全ての承認をいただいて、決算書を私自身も確認して、それこそ日々つけてますからね。で、それを決算報告したんですけども、久保さんと、足りてないんで、これそのまま課税しますよと。明日までに連絡がない場合は、全部経費がないものとして計算しますというね、この無慈悲な連絡が来ました。びっくりしましたよ。いや、びっくりしたんで、土曜日日曜日一生懸命電話かけたんですね。でも土曜日日曜日って役所やってないんですね。もうね、民間企業が休みなしでね、朝干し夜干し24時間働いている時に、お役所さんはちょっとね、お問い合わせに土日ちょっとなんか自動音声とかサイトでの自動返信とか、今の時代ですから LINE の自動返信とかやってくれないですかね。留守番電話にすらならないんですよ。ということでね、今日月曜日の朝、満を持して電話をしました。どういう事情なんですかと。隅々まで払ってますから、もうここでね、460万はもうとんでもないですよ。さすがに私でもね、これは痛いっていうか、もうだ、売上がある部門ある会社ないですかね。私の経営してる会社だって輸入輸出の会社ですからね、ほとんどが。これはないですよ。金利差、価格差を利用してずっと、いわゆる配当とかね、利回りいただいてたんで、それが今薄いわけですよ。で、そこに1週間以内に460万払ってくださいってなると、どの勘定科目を持ってくればいいのかね、どこからお金を捻出すればいいのか。いや、本当にね、もう頭痛くなりましたよ。だって私ね、金融資産のほとんどは海外の分散に置いてるわけなんですよ。で、手元の現金って思ったよりないんですよ。それこそね、400万はすぐに出せって言われても出せないですね。引き落としのために100万前後はいつも口座の中に入れるようにしてるんですけども、その他っていうのは2、30万手元にあるだけなんで、現金集めるぞって言ってもね、キャッシュがそこまですぐにはないんですよ。それこそ今価格差落ちてますから、いろんなところをね、決済して、まあ、例えば暗号通貨決済するとするじゃないですか。まあ、しないですけど、暗号通貨決済したら翌年の課税ってむちゃくちゃ恐ろしいんですよね。しかも暗号通貨を決済して日本円に入れると国税が来る可能性があるというね、警告まで受けてますんで、いやー、ビビりましたね。ということで、どうしてなのかなと思って問い合わせて、今お電話したら、まあ3分ぐらいで解決しました。私ね、法人を経営しながら、久保哲郎という名前でね、複数の法人経営してるんですよ。で、その中で一部なんですけども、久保哲郎という名前であって、それは事業している法人の社員、まあ社長ですけどね、社員として売上を立てて経費を精算して法人の決算に入れてるっていう、そのね、数字が今回何かの表紙にね、個人の売上が申告されてないっていうふうに判断されたんですよね。で、おそらくこれちょっとお見せしていいのかどうか分かりませんけども、申告書ってあるんですけども、数字のことをちょっとね、大雑把にどんぶりでやられてる方は多分ね、そのまま払うと思いますよ。これはなんとかして、それとかきちんとね、確定申告をしてなかったりとか、決算をしてなかったりとか、いわゆるね、適当にやったり、どんぶりざるでやってる方は、これ、あ、しまった、見つかったと思って払ってるかもしれませんね。で、私は普段からきっちりやってるんで、この間違いはないっていう確信があったんですよ。ですので、丁寧にお話しして、私法人の代表で、私の口座の売上が一部、会社の売上として計上されてますんで、このまま、この、報告のまんまにね、
納付書のまんまに私が納税すると二重課税になる恐れがあります。当然経費の見積もりじゃない、領収書などはもうすでに法人決済で出してますので、私個人としてのものはもうほとんどなくて、これ丸々私の課税になっちゃうとさすがに痛いってことなんですよね。だからその辺の事情をお話して、あ、そうなんですねと、分かりましたと、法人の代表さんで全て決算に入れてるんだったらこちらでそのように処理します、すいませんでしたみたいな形で、ね、すごく丁寧にご対応いただきました。で3分ぐらいでお話終わったんで、やっぱりねちょっと怖いですよね、税金から来ると。よくドラマの影響なんでしょうけども、すごく高圧的にね、事業者さんからとにかくね1円でも多く分取ってやるみたいな、そんな池田がね職員さんを想像するんですけども、役所の人も、普通の人ですからね、それこそ一生懸命経済支えてらっしゃる方への尊重心もあると思いますし、誤解が誤解のまんま進めないと思うんですよ。で担当の方もそれを確認するために送ってくださったと思いますんで、こちらの方もねいきなり喧嘩腰になるんではなくてね、どういうことなんだっていうふうに殴り込むんではなくて、私の解釈としてはこうなんですけどどうでしょうかってことですり合わせていくことによって、やっぱりね分かっていただけるのかなと思いますし、普段からコツコツと真面目に決算それから会計してれば絶対の自信があるわけですよ。だって払ってるわけですから。むちゃくちゃ私課税金額高いんですよ本当にね。税金払わなかったらもう蔵が立ってますっていう昔の表現ですけどね。税金がないんだったらどれだけ富豪になってるんだみたいなね。まあそうは言ってもね、いろんな方にお客様のおかげとかね、皆さんのおかげ、取引様のおかげとか法整備のおかげで私も利益出してるところがありますんで、それは恩返しして分配しないといけないかなと思いますけどね。はい、ということで今回は税金が来てびっくりしたけども、きちんとね、きちんと自分の会計をやってれば不動の自信が堂々と問い合わせができるし、丁寧に、お話しできるということで、誤解はすぐに解けるというね、そんな話でございました。ですんでね、私も事業をやっていて、速稼塾をやっていて、それからいろんな個人事業主の方とお付き合いする中で、開業届も出してない、もうね確定申告もしてないみたいなねこと、恥ずかしいんですけど確定申告もしてないんですよって、恥ずかしいだけじゃなくて、それははっきり言うとダメなんです、違法行為なんですよ、脱税ですからね。それはで脱税の方が多いと、事業者なのに脱税をしてる方が多いとバレんだろうみたいなことをやってると、バレるバレないにかかわらずルール通りやってる事業者さんがいらぬ疑いをかけられてね、すごく不快な思いをしたり、事業が一旦停止になっちゃうんですよ。一旦停止ってのは私がね電話をかけるだけでも事業の停止ですからね、3分なり5分なりを失うわけですから、その間に例えばねメルマガの1通でもかけるし、動画の1本でも撮れると、あ、動画撮ってますね、もう私ね私は動画撮ってますね。このアクセスによって多少はロスった時間を取り戻せるかなと思いますけどね。はい、言いたいことはたった一つです。事業しているというね自覚を持ってきちんと会計処理しましょう。そして納税はしっかりしていきましょう。売上が低ければ納税は本当に柔らかいですから、ね、で売上が高かったら納税額はすごくきますけども、なんかねその実質的に8割ぐらい来るんじゃないかなと思いますよ、稼ぎ続けると。納税、予定納税とかっていう負担も考えるとね。だから次の年の原資ってもうね本当に何を持ってやればいいんだって話になっちゃいます。黒字倒産みたいなことは税金で起きると思いますけども、でもたくさん納税するってことはたくさんの人にお世話になった恩返しが間接できるってことなんでね、間接的に、それはもうビジネスマインドというかね、稼いできた人のマインドとしてこういうもんだと思ってね、ふてくされずにやるしかないかなと思います。で稼いだ以上は課税されないっていうようなね、すごくいい言葉がありますけど、私もねはっきり言ってね税金払うの嫌ですよ。いや本当に免除されるんだったら免除していただきたいし、今回ね持続化給付金っていうのをうちの会社でも受け取ったんですけども、持続化給付金に課税されて何十万か返すんですよ、確かにそれでもプラスですけどね、でもなんだかねすごいですね結局納税で還流して私たち納税者には財産資産が残らないということになりますね。それこそレオパレスとかジャパンライフじゃないですけども、ああいうことやらないと富豪にはなれないのかなって思ってしまいますよ。もうぜひね数万数十万数百万の税金の誤解を一生懸命ねなんとかする、それも大事でしょうけども、ああいったね不法なね商売が何十年という単位で行われないように、そちらの方に目を光らせてほしいなっていうのが一庶民、一納税者としての
心の叫びです。まあ皆さん手を抜いてるわけではないと思いますけども、その辺ね、被害に泣いてる方がいると、それこそね、数千万とか1億円を超えるお金が、詐欺で騙されたのに、そこにはね、何にも、もうなんですかね、あの埋め合わせがないと。で、その例えばジャパンライフみたいな会社が詐欺で立件されて納税はしてたわけですよね、ジャパンライフ。じゃあその納税は不法なわけですから、はっきり言ってね、裁判とか何かでね、その法人税をジャパンライフに返して、それを出資者の方にお返しするぐらいのことを取ってほしいですね。それはできるでしょ。あの当時竹藤もやってましたよね。竹藤もなんか 30% に近い利率を取っていて、でそれで多くの方が破産したと。その破産した人とか、あのカードローンに苦しむ方に今お返ししてるんじゃないですかね。だって不法に搾取して、実はね、そこまでなんですかね、顧客から返済っていうか利息を取るべきではなかったもの、その取るべきではなかった利息を売上として利益として納税してたわけですから、税務署にもお金を返せというふうにね、言わないといけないですよね。これいいこと思いつきましたね、私ね。っていうか何年か前にもこういう話したんですけどね、だってそもそも法人税の計算のし直ししないといけないじゃないですか。ということでね、今回ね、いろんなジャパンライフでいいですよ、ジャパンライフの返済の希望をちょっとね持てない方にメッセージです。すいません、こんな時間になっちゃいまして、一番最後になっちゃいまして、ジャパンライフの被害者の方は、ぜひね、法人納税、ジャパンライフの法人納税をやり直して、そしてそこから取り戻すような段取りを弁護士さんと進めてみてはいかがでしょうか。それでは。